じさん。今日の晩飯だ。さあ、そろそろ夕飯の支度をするか。さあ、夕飯だ。みんな、席について。はい。お腹すいた。疲れた。おいしそう。うまそう。あ、リキア兄ちゃんだ。わー、兄ちゃん。おい、お前たち。リキア兄ちゃん、野球やろうよ。ねえねえ、遊ぼう。兄貴、どうしたんだ。何かあったのか。親父が撃たれた。ええ、はい。今変わります。会長、お電話です。誰だ。例の計画の件でと言えば分かると。堂島です。ええ、だからその件に関しては先日お断りしたはずじゃ。ええ、そうです。この件、登場会は一切手引かせてもらいます。だから断ると言ってるんだ。たとえ100億200億積まれても答え同じだ。それじゃ。会長。うん。今の電話、例の沖縄の一件では、本当に断っていいのでしょうか。どういう意味だ。お言葉ですが、今本家は直系白鵬会の上がりでやっていけてる状態です。もしあの沖縄の一件うちが引き受ければ、この先10年は食っていけるだけの金が本家になだれ込みます。ざっと見積もって1000億、いや、それ以上の金が。それに今あの男に恩を売っておけば、後々政界との強いパイプが。黙れ。そんなことは百も承知だ。だがあの土地は奪えねえ。四代目の剣ですか。東条会は四代目に何度も救われてきた。その人から居場所を奪うことはできねえ。おい。はい。急いで本部へ戻ってくれ。会長、会食のご予定はどうされるんですか。キャンセルだ。それより今、沖縄の土地買収を勝手に進めるような連中が出ないよう、組織を固める方が先決だ。会長。なんだ。実は先ほど会長にお客様が。
誰だ。それが何。本当です。どこからどう見てもご本人としか言いようがありません。どこに。今会長室にお通ししてあります。わかった。あなた死んだはずじゃ。驚かせましたか。これは今のあなたにとって大切なものです。これは沖縄の土地の権利書だが、あの土地には四代目が。知ってますよ。あなたにはあの桐生一馬がいる土地を奪うことはできない。だからあなたに代わって私たちが権利書を取ってきたんです。どうしてそのことを。今我々は東条会に沖縄の土地買収の件から降りてもらうわけにはいかないんです。だが俺はあの沖縄の一件もう手を引くと決めたんだ。あなたは東条会の六代目、3万人の構成員を養うにはそんなことは言ってらんないでしょう。それでも俺が断ると言ったら。それは困りましたね。おじき。中原は今手術してます。どうなんだ親父の容体は。くそ。咲ちゃん怖かったね。咲、お前は大丈夫だったのか。犯人は割れてんのか。いえ、お嬢と二人きりのところを襲われたんで。親父は腹に数発食らったみたいで。どこかの組の会社か。いえ、多分土地買収の絡みです。事務所から例の土地の権利書がなくなってました。何。絶対玉城組の連中に決まってる。奴ら1年前のことで俺たちを逆恨みして。いや、それがどうも違うみてで。ん、どうしたんだ、サキ。誰ですか。これはこいつが撃ったのか。え、これって。兄貴、こいつ兄貴が知ってる人なんですか。俺の死んだ親父、風間の親父さんだ。